バンザイビーナスは、日本の女性アイドルグループ、SKE48 の楽曲。作詞は、秋元康、作曲は、笹倉優和が担当した。2011年3月9日に、SKE48 の5作目のシングルとして、日本クラウンから発売された。このシングルは、オリコンウィークリーチャートでグループ初の首位、獲得作品となった。 楽曲のセンターポジションは、松井樹里奈と、松井玲奈が務めた。前作から4ヶ月ぶりのシングルで、前作同様、通常版タイプ A、通常版タイプ B、劇場版の3形態でのリリースとなった。シングルのリリースは、2011年1月15日、前作、1、2、3、4、よろしく、の特典イベントとして、 全国5都市をめぐり行われていた発売記念全国握手会の最終地である名古屋市の名古屋港ガーデン埠頭においてミニライブの最後の曲の演奏前にサプライズとして発表されたメンバーを代表して松井樹里奈がファンに報告するという形式であった表題曲バンザイビーナスは前作に引き続いて16人選抜でメンバーは 前作から3名入れ替えとなった。小木曽しおりは、青空片思い以来約1年ぶり、高田しおり、平田理か子は、強きものよ以来約1年7ヶ月ぶりの選抜復帰。前作の選抜メンバーだった、木下ゆきこ、中西優香、山田えりとぎが選抜から外れた。カップリング曲を担当するユニットは、前作同様、赤組、白組だが、人数が、 各12人と少なくなった。もう一つのカップリング曲、愛の数はチームキーが担当で、チームキー名義として、初のオリジナル楽曲である。この構成のため、当時のメンバーのうち、怪我により一時休養している、松下優衣に加え、チームウィーから8人、研究生は、全員が、それぞれどの楽曲にも参加していない。キャッチコピーは、君にあえて、万歳。 CD の封入特典として、通常版2タイプの各初回生産分に全国イベント参加引き換券を呼び、オリジナルトレーディングカードが付いた。なお後に、東日本大震災の影響により、全国イベントは一部の会場で中止となった。前作よりも多い収録曲4曲すべてを対象に、着歌は2011年2月16日から、着歌フルは、 同年2月23日からそれぞれ先行配信が開始された。配信元は、表題曲、バンザイ、ビーナスが、レコ直、カップリング3曲はそれぞれダム、ミュージック・ドット・ j p ドアンごと分けられた。なお期間限定の特典として、バンザイ・ビーナスの着歌には、オリジナル待ち受け画像を呼び、SKE483D シネマライブボリューム、 ワンセイフクの目公演2011直筆サイン入りポスターがバンザイビーナスの着歌フルには待ち受けフラッシュ及び SKE483D シネマライブボリュームワンセイフクの目公演2011直筆サイン入りパンフレットがそれぞれ提供された。なお、今作品をもって日本クラウンとの契約が満了し自作品のパレオはエメラルドからは エーベックスグループからの発売となる。ポップス調に変化のあるコーラスを交えたメロディーで片思いの人の告白を応援する曲。告白したいけれどできない片思いの切なさを歌う、青空片思いやごめんね、サマーなどとは違い、片思いの気持ちを当たって砕けろのように前向きにストレートに歌っている曲で可愛らしさも加わっているという。 例えば普通のテンポの A メロ、続けて音程の低い B メロ、そして特徴である強いサビが早いテンポで来るという、様子でメロディの強弱、起伏が大きい曲である。裏打ちのスカーアレンジも取り入れられているほか、感想では万歳、と叫ぶところがある。CD ジャーナルは、底抜けに可愛くて、楽しくて、元気になれる曲、ビルボードジャパンの杉岡祐希は、 SKE48 らしい元気なアッパーチューンとそれぞれ表している。ジャケットに描かれているタイトルロゴは平田理香子によるもの。本作から選抜メンバーそれぞれが手書きでデザインしたもの中から選ばれている。SKE48 のこれまでのシングルでは、セカンドサードがオリコンウィークリーチャート3位、フォースが同二位であったことから、フィフスである本作。 バンイ、ビーナスで1位を記録できるかどうかが、リリース発表時より、メディアで注目されていた。結果、3月21日付の同チャートでは、前作の約1.7倍となる、初動売り上げ約20万7千枚を記録し、グループ初の首位となった。同チャートへのランクイン回数は、通算25回となっている。また、 発売前日の2011年3月8日付、オリコンデイリーチャートでは、前作の倍に近い推定売上枚数約16万3000枚を記録し、同じく首位となった。2010年のオリコン年間シングルチャートでは、売上枚数27万4973枚を記録し、17位にランクインした。ビルボードジャパンのチャートにおいては、 2011年3月21日付のホット100よびホットシングルスセールズの双方で2位にランクインしたほか同日付のホット100エアプレイでは13位にランクインしたサウンドスキャンジャパンのチャートにおいては2011年3月7日から13日調査分の週刊 CD ソフトシングルランキングトップ20で通常版タイプ映画 推定売上枚数32,332枚の3位、通常版、タイプ部が、同25,519枚の4位を記録し、1.2位の、NYC、夢卵に続いた。バンザイビーナスのメガボルト撮影に使用された、名鉄瀬戸線終わり瀬戸駅、ミュージックビデオの監督は、丸山武氏が務めた。SKE48 の地元愛知県内のいくつかの、場所、 ロケ地として撮影が行われた。商店街で買い物をするシーンは、名古屋市大須二王門通商店街及び、瀬戸市銀座商店街が、ロケ地となった。お年寄りから、子供まで幅広い年代の、約1000人のエキストラを集めて振付指導が行われ、メンバーと、エキストラが一緒に踊るシーンが撮影された。電車の車内を走り抜け、ホームを通り、改札を抜けるシーンは、 名鉄瀬戸線終わり瀬戸駅で撮影されている。愛の数のミュージックビデオは当初制作されていなかったが、東北地方太平洋沖地震を受けて、被災者の心の支えに少しでもなれれば、と、チームキーが劇場のステージで歌った動画が制作され、3月24日、YouTube の SKE48 公式チャンネルにて公開された。MC は高柳。 卒業式の忘れ物のミュージックビデオの監督は新宮良平。千葉市中央区の千葉名徳学園で撮影された。誰かのせいにはしないのミュージックビデオの監督は丸山武バンザイビーナスはピザハット、ハットバリューシリーズの CM ソングに起用され、同 CM に SKE48 のメンバーも出演した。なお、SKE48 にとってこれが、 初の全国放送のテレビ CM となった。この他、以下のタイアップがある。ありがとうございます。